三国観光産業株式会社は、福井県堺市に本社を置く日本の施設運営会社、京福グループの一社、三国協定上の所有、越前松島水族館の経営、三国観光ホテルの経営、活魚販売、温泉供給事業をしている。1952年、堺郡三国町と竹雄市のモーターボート競争事業に協力する形で、 京福電機鉄道が三国協定施設を設立。当時は協定事業に対する社会的評価も低く、公益性の高い鉄道会社が協定場を建設することに批判も予想された。しかし、北陸地方に娯楽の場を提供したいとの考えは支持され、1953年、三国協定施設が崩流川,川口付近に建設した三国協定場で、 初めてのモーターボートレースが開催され、三国協定施設が、竹尾三国モーターボート競争志向組合から、競争運営の委託を受けた。モーターボートレースの利益還元のために1959年5月、三国町に、越前松島水族館を開館した。1961年、京福電鉄が、京阪グループ入りに伴い、京阪電気鉄道も当社に出資した。 1962年、北陸観光開発が三国高校裏の三国町、緑ヶ丘の大地で温泉を掘り当てる。それを得て同社よりファミリーランド建設計画が立てられ、1964年4月に東人坊温泉ファミリーランドホテル小住宅を開館。1963年、競争運営の委託が解除され、三国協定上の施設運営のみを手掛けることになる。 1968年7月、東神房温泉観光が、京福電鉄のグループ会社となり、東神房温泉ファミリーランドホテル小宿泊を、同社経営として営業していたが、ホテル小宿泊のみ、老朽化で1983年1月閉鎖、取り壊し、跡地に新たに、三国観光ホテルを、建設、1984年元旦に開業した。 1988年12月、隣接のファミリーランドが閉鎖され、三国観光ホテルのみの単独の施設となる。2004年2月、三国観光産業は、東人坊温泉観光を吸収合併した。なお、鉄道会社が競争場を運営している事例としては、三国協定場以外では、平和島協定場の京急開発、 玉川協定場の玉川開発、墨の絵協定場の墨の絵工業がある。ありがとうございます。